一応日付言っときますね。2023年8月の26日、ずーっと、先ほど今度は、エクスポート終わったものを、まあ、動画くっつけた内容ね、すぐ次撮影して、それを今度くっつける、こういう作業を行ってる、自分で撮影しに行くね、本当のこと分かった、ね、雨。僕は夏場に雨を降らすって言ってます。で、東京オリンピックがあった2021年に関しては、日本中であちらこちらで大洪水だったでしょ。当たり前ですよ。身勝手に警察官の人が隠蔽しようとして、刑事課のじいさんね、名前忘れました。で、連れて行った先は人命会病院。で、そこも、いた警察、もともとそこの医者が、警察官だった人間、もともと警察官だった人間が医者になっていて、佐喜多という名前で秀和株式会社で働いていて、課長として勤務。でその時は僕は週5日の勤務。だからその時も週6日の人間誰が行うんだっていうことでたらい回しになってましたね。だからその辺のところ、その当時の竹縄と名乗っていた、その人も警察官の店長とか、そういう人たちが実際のところ、純利益とかの話ね。営業利益、経常利益、純利益の話。それそもそも分かります？その人。その頃から分かってました。で、社長の矢野さんとか、角谷さん、支配人その後、その頃は統括部長だ、角谷統括だったかな。役員だから最初一人だったんじゃないですか。まあ、いつから支配人されてたのか知らないですけども、大体の状況は僕も分かるんですよ。だいぶ前から西神戸店は閉鎖してますし、だから2005年から6年、6年から7年に向けて、の頃、秀和株式会社に戻った時に、豊洲一缶1490円だったんですよね。だその時に、すでにお客さんは、だいぶ減ってたんですよ。だからその後、一缶1200円、2000円ぐらいになってた時期もありましたし、ここ近年で。もうかなり厳しいでしょう。だから最初から昔の販売値段って、一缶1500円ぐらいで配達料もらってたでしょ。その巡回販売の前の頃の時代ね。だから、どこ見てもそうなんですけども、民間企業、準民間、国のその補助金とかついてないところ、無理でしょう。もう今どこも先進諸国を含めて人口少子化してますから、99% の企業は縮小しなきゃなんない。人減らしの意味のコンピューターが間違えたり、人間が国会議員が間違えてたのかもしれない。個人情報保護法で。ね、この一言一言で音聞いても分かるでしょ。雨が強くなったりとか。実際結構降ってます。もうそこ見たら分かるでしょ。もう向こうの方から流れてきてる。正直ね、先ほど撮影した内容を見てもらったら分かる通り、東から西に風吹いてるでしょ。当たり前ですよ。台風来てるんだから。ん？違うか。ちょっと待ってください。その台湾の方だったら偏西風が必要。こちらの方だったらその次の台風に対する備えが必要。いや、今、2つ台風、太平洋。今の進路だったら、日本に関しては2つ目の台風は大丈夫だけども、もうそれ言ったら、もう涙になるでしょう。台湾の方。こちらも僕はあらかじめ思い出せる限り言っておきますよ。台湾に近づいている台風から雨風取るだけ取ったら当たり前。これは真の神がかり的な力の使い方。防災特化型。で、ついでに雷の音が鳴ってるような状態。春山整骨院懲らしめるために。もう2003年に1回解体しとって。それ隠蔽する側の警察官とかは僕を精神病院に入れようとしたんでしょ。
や、警察官もずっと淡井圭介側についてる人間だけは正解にたどり着く。もうずーっとそれ、永遠にそれ以上。覚えれなかった方がどうかしてる。僕のことじゃない。ただし僕の情報量もある程度のところ、エネルギーの残存量問題とか資源に限りがあること、車屋作ったことが間違いだったこと、あと銀行の窓口に変な女を置いたことが全ての間違いだったこと、あとスポーツ業界の発展が全ての間違いだったこと、国の税金使って警察官がねスポーツしながら金稼ぎって、他の球団何人います？その野球界、阪神タイガースの伊藤さんはもう分かりました。ある程度の部分で僕も言いました。最初から警察官が現場にいたらいいって。その部分ではいいんですけども、さすがに全員警察官は無理ですよ。本当に。で、どういうふうな形に今まで勝敗がついてきたか、もう分かったでしょう。ルール、法律もだいぶ込みなんですよ。ちょっと待ってくださいね。今何をしたらいいのかな。エクスボーとかまだ時間かかってる。取れるだけ取ったらいいで、洪水発生すると思ってるバカな人いるんでしょ。淡井圭介のコントロール力とかバカにしてるでしょ。誰が台風消滅させてきたと思ってるんですね。この間の兵庫県直撃の台風で兵庫県で被害本当に出たんですか。僕あれ言い間違えただけで当日に撮影しに行ってますよね。大したことないんだから。今こうエクスポートしたり、もう写したり、こっちはアップロードしたり、もう毎日こういう状況ですね。で、だいぶ空が暗くなってきて、まあほら光った光った。どうせ藤原台に誰か潜んでるんでしょう。だいたい光った地点とか、だいたい何かもうこのこれだけね、子供の頃からここの住宅とか走り回って。タモロ自宅の前までしに来た人間、あのような人たちが居場所分かってるから、本当にねえ、ほらほら光ってる光ってる。それでも春山整骨院に集まってきて、ほらね、言った瞬間もうすごく光ってるでしょ。これ電波だと思います？違いますよ。あの世の方たちのお怒りね、すごく光ったでしょ。分かりやすく分かりやすくあの世の方たちもしてくれてるんです。もうさっきも春山整骨院になんか雷の使い手だとか昔の音声を聞かせてきたんですよ、コンピューターがね。まあそういうふうなこと言った言いに来た女がまだ来てるんですよ、車に乗ってね。エネルギーの残存量問題分かってないでしょ。あれだけガソリン使っちゃダメだって言ってんの、そこにタムロしてるんだから。春山整骨院に2003年に解体されたはずなのにね。えだから裁判所で重要な判決、政府が100件ほど残して記録しておくって、ハリキューマスターズ本当はあるでしょ。政府が変わっちゃいました。国会議員の人誰です、こんなに重要な案件ね。そこ大体スポーツをして金稼ぎしていた人がマッサージ師とかになってるから。で、もともとエロ業界ってスポーツ界と深く関わっていたの。スポーツ新聞がエロ業界の CM 出してたでしょ。だから神戸電鉄も各売店撤去させましたよ。そう今度はもう売店で仕事する必要ないよって、違法側だからそれだったらって。まだあります？もしかしたら神戸電鉄のどっかの駅に少なくていいよ。ね、今すごくよく光ったでしょ。あのような人たちが了解っていう合図なんです。頭おかしくなってるように思います？的確に、ほら、返事してくれてるように光るんでしょ。雷の使い手なんじゃなくて、天の轟ってみんな子供の頃から習ってるんです。習ってるはずです。親は教えてくれたはずですよ。雷がたくさん鳴ってるところはあの世の方たちが怒ってると、先にお亡くなりになられた方たちがね教えてるんだから。あなたにの集合住宅怪しい。もうこれ笑うなって、そのスポーツ界のね、笑わしてきた方が悪いっていう、だからその悪いことをしてるやつらが悪いなんですよ。わかるでしょ、こんなにほら演じするよ。本当にもう あんなところ別にもう一軒集合住宅はこの向こうにあるだけで、
そんなとこに光らず装置なんかないから。で、藤原台とかの方も光ってたでしょ。で、空だから上空かどうか見たらわかるでしょ。もうね、全然社会のことをね勉強しない人たち、自分が死んでからあの見たらどれだけねえどういう目に遭うか真面目に考えてみたことありますって。もうさっきから同じような動画ばっかりでしょ。で、2023年8月の26日18時43分春山整骨院に入っていった人間が負けです。最初から、一番最初、僕は二十歳ぐらいの頃から、それが答えですよ。以上。先ほど警察官の人の声でね、電波の方で以前のその再生なのか、まあ、知りませんけども、脳へのアクセスで、君が入院っていう声を聞かせてきて、その時やっぱり一番よく光って、まあ一番、まあまあ結構もうこれぐらい光って、もう空がしか反応してるでしょ。ほらね、よくわかるように、その雨の方たちとか答えてくれてるんですよ。警察官というとんでもない横領型の人たちね。これは本当の話だから、もう実態わかったんだから、だから精神病院と組んで、医療業界と組んで、金稼ぎ給料としてもらってたんだから無理ですって。すごい、ほら雨の方たちも怒ってる。それ言わんといてじゃなくて、言って正さなかったら世の中25年間何にも変わんなかったんだから、もうほらついに雷が、まあ本当はこれも蓄電池に貯めれるように銅線の鉄塔を作ってたらよかったっていうふうになるんですよ。有馬警察署のすぐ近くに蓄電池があるでしょ。まあ蓄電池に作り替えれるもんね。明らかにこれね、分かったでしょ。答えてるから分かります。あの嫌味で言ってるとか、ちょっとあんまり怖がられても話通じなくなるから、この素晴らしい効率性の良さ分かります。悪い人たちのことをしっかり指摘して電力を貯めれるって、あの世の人たちがこんなに答えてくれてるのに、俺らも頑張るわっていうことかもしれない。本当に分かります。どうせ六法全書とかでも、あんまり細かい法律読んだら、一法律で多く返答するアホみたいな人いっぱい存在するからね。まだ18時56分何回撮影したと思います。またつなげますから、わかります。電力に変えれるかもしれない、いいですよ本当に。どちらがっていう話ですよ。なんかまた入院とかいう言葉とか聞かされてるんですけども、できたとしたらいいじゃないですか、素晴らしいじゃないですかっていう考え方でいいと思いません？昔もなんか警察官の人も淡い警察側の人たち、俺らもそれでええと思うって言ってくれたでしょ。思い出した人は正解ですよ。で、多分まだ思い出せない人もだんだん思い出してきて、多分最後ね、家で一人でいる時とか気抜いてる時とかに、それ思い出して笑うと思いますよ。ああこういうことだったのかって、すまんすまんお互いすぎてたって。言ってくれた人は言ってくれたでしょ。ほら答えてくれてね、だんだん後で素晴らしい動画のように思えてくるでしょ。だからずっと捕まえてきたから、捕まえられてきた人たちのその恐怖とか一瞬味わうから、警察官も本当は本質的に味わってもらうのは困るからなんでこっちがこんなにこんなにずっとしてるのに。もう YouTube アップロードも今日だけで何件してんか、動画のこのつなぎ合わせのところは、これはね作ったら結構なこと僕言ってます。その110番した時にね、
相手しないでお前だけで何とかしてみろよって挑発行為を言ってきたケースが本当にいたんですよ。本当に。先ほどの続き、警察官の声でお前の負けってみんなが怖いとかそういう言葉もだこの検察庁機能はあるのに、黒川検事総長が捕まったのもう分かるでしょ。こっちがこう見えてるか、こうか。黒川検事総長捕まったでしょう。インターポールがあって国際司法裁判所があるんだから、末端の警察官までなぜ兵庫県警の人が伝えてないんです。だんだん光るところが位置が変わってる。まあ大体あの辺り、この辺りかな。だんだん有馬警察署に近づいていってる。いやだから蓄電池とされるところがその近くにあるんだから。これ証拠ですよ本当に。だから、僕の身からしたらね、その警察官の脅すような、そのまだ入院させようとするような音声を、以前の言葉をコンピューターが電波で仕掛けてくる、あの世の人たちがそれを淡井圭介の頭の中を感知する、言われてる、まだ彼が責められてるって。だからあの世の人たちからじゃ本当に何でもお見通しだから電波の音もあの世の人たちに分かるんですよ。神がかり的な力を搭載してるから。だから先ほどコンピューターには、いやだから亡くなってる人たち多くて神がかり的な力とか暇だからどうせ覚えるからコンピューター対人間になった時コンピューターが負けるってっていうことを言ってるんですよね。でこのおかしな仕組みだから、ずっと僕ね、雷発生装置として脅しを言われてっていう、この法律上で僕があくまでも、あくまでもっていう言葉はちょっと誤解される、海外の人が変に翻訳すると違う、訂正しておきます。僕がしっかりと原告側でいるような仕組みに見せかけて、僕は苦しめられているというこの状況をご理解していただきたい。ね、変でしょ。せめて阪神タイガースの得点ぐらいには勤務時間の被害の時ぐらいならないと、日本時間なんですからぐらいは言っておきます。だって警察官もともと混ざってるんですから、みんなの税金で作ったスタジアム全部整合性合うように、多分ね、これもともと僕は生まれる前からね、設定がしっかりと決められていたような気がするんですよ。そもそもで言うと。で、スーパーコンピューターができて、その内容をインプットさせたんじゃないですか。天皇家の人たちとお会いした時の話、それと未来からの淡井圭介の声と全部一致してくるでしょう。だから彼のことをっていうことで、淡井圭介がまず先陣を切るような形で、先陣に立つというかね、先陣を切るってなんか先陣じゃないような気がするでしょう。本当に。なんか言葉遣い、もともとテレビって自分たちが責任追及されたら困るから、議員さんとか、なんか変な言い方がたくさん混ざってるんでしょうけど、まあちょっともう一旦これぐらいにしときますね、証言。
先ほどの続きですけども、19時12分、2023年8月の26日。で、これね、もうちょっと話の整合性、私が20歳ぐらいの頃から警察官の人たちと話し合ったでしょう。で、もともとね、もうちょっと責めてしまうような言い方、テレビ出演者の人たちを責めてしまうような言い方になってしまうんですけども、もともとね、全国放送とか地方にある程度、時間帯渡して、で、テレビ局もこれだけ番組のチャンネルあったってみんな見ないんだから、朝から晩まで。絶対無理でしょう。必要ないから、もともと。で、正直、ドラマ作るにしても何するにしても、ネタ、その脚本が追いつかないから、同じ話聞くリメイクしたりするでしょ。だからもともと東京に行ってまで出稼ぎする人間、だからお金稼ぎのために集まってきてしまうから、東京ともどうしても根性悪いように見えるでしょ。だから今度みんな偽名使うでしょ。そしたらテレビ出てる人間だけ偽名使えるのかっていう話になるでしょ。そしたらもう社会めちゃくちゃになるでしょ。いろんな仕事場でみんな偽名使うと。だから正々堂々とみんな本名を名乗ってテレビ出演する人は特にね、で、一般人もそうですけども、そうじゃなかったら最初から無理ですよ。悪いことする人間の方が優位になってしまいますから。だから、テレビ局合併させて、で、全国放送の時間帯を、まあ、例えば北海道だったら北海道、まあ、大阪だったら大阪、四国、九州、まあ、あと愛知県、東北、北信越ぐらいで、例えば1週間に全国放送の時間帯を20時間。僕の言い分としてはね。だからそういうふうなことをしていれば、もともとね、音楽大学とかって各地方に分散してるから、例えば九州だったら福岡で、まあ、関西とか、あんまり大学数ありません。それでいいんです。増えられても困るんです。きりないから。次から次へと新しい人たちが出てきて、しっかりとした正社員雇用を継続できるかって言ったら無理だから、どう考えても。だから、いちいち東京に移住しなくても、全国放送が散らばっていれば、結局できるでしょう。別に報道、ミュージックステーションとかでも、スタジオをつなげるだけでよかったはずでしょう。ね、自分たちの地元から離れれば離れるほど不利になるんだから、交通費的にも往復されて、会社の経費とかで。だから、経済原理は絶対に残しておいて、それ理解しておかなきゃならないから、だから、それで、ね、エネルギーの消費量とか、そのお金の消費ね、無駄な消費、これがかなり減らせる。頭の中で先言ったのはグッと減らせる。結局グッドなんですよ。一文字省きの言い方。だからそれテレビ局の人たちが言っちゃってるでしょ。あ、もうずっとそういうことですよ。だからさっさとテレビ局合併して、夜中と明け方の番組撤廃して、で、スポーツ関係の海外戦、たとえワールドカップだろうが、世界選手権だろうが、夜の12時から朝の9時までの時間帯の試合は全部キャンセルしたらいいんですよ。出場国は。どこの国も。これで平等ですよ。そもそもそうすりゃよかったんですよ。わざわざ頭の中とか貸したりしなきゃ勝てなかったんですから。ね、結論簡単でしょ。これでエネルギーも消費減るんですから。以上。